あとで直します。きなりきたツナマヨ。引きずるツナマヨ。何しとんねん何をしとんねん、秋風は。プテが秋風さんのことを切ってました。いや、シルで秋風さんが自爆しました。っていうのは嘘。まあでも僕は悪いよ。僕、このターン、50秒ずーっとベントで、パカパカしてました。あ、一応業務報告でヌー動きました。はい、動きます。とりあえず、右回りの話しますね。とりあえず、停電後の話したくって、話大丈夫そう？とりあえず貨物で配電盤勝ち合ってます。右から2番目。俺直せてない。はい、合ってます。で、それ直した後に、秋風凛がその配電盤の方に来てて、アーカイブに戻って、プテが一生ベントタスクしてる上を俺見てて、そこに凛さんと秋風さんが来て、秋風さんが自爆なんで、伊豆凛プテがネロちゃんのキルに関われない。アーカイブ周り。自爆なんだ。自爆、絶対。ネロちゃんの死人があって、ネロちゃんは私とメイン脇。ネロちゃん最初、除染の部屋に入っていってます。エレキも来てます。エレキも来てる。カメラ回してます。貨物から上、ラウンジの方向に行った。カメラに映ってたのが、アーカイブで伊豆秋風凛さんで、サントスさんがミーティングのはしごを登ってた。おお。だからネロちゃんは右側です。え、ラウンジの方に行ったんよね。貨物から上に行っただから、ラウンジに入ってるかどうかわかんない。貨物ネロちゃんが。合ってない。まあ、俺たちが見てないパターンは、右下のタスクとかやりに行ったのかな。多分、リンさんとか秋風さんの背中を走ってきてるんじゃないですかね、メタちゃんの主張は。ラウンジで死んでる以外、赤メタが正の場合、ラウンジで死んでる以外ありえなくて、僕は弁当上でノータスクでずっと見てたわけだから、で、僕はシェリフから確証をもらってるから、アーカイブには到達できてなくて、伊豆さんの後にリンさんが来てるから、伊豆さんは僕からしたら絶対に白で、リンさんはラウンジで一応切れる人物ではあるって感じだね。その後に秋風さんが私のちょっと後ろぐらい。あ、確かにそうだね。その後に来てたから。そう、確かに来てるから大丈夫。ちなみに現ずっと貨物です。金庫だ。はい。拓也はずっと左側です。誰とも会ってないです。僕ずっとエレキ、メータちゃんに置いていかれてって感じかな、最後は。打算視点ってネロちゃんがバイタル方面に抜けたように見えます？あ、抜けてはいると思いますよ。あ、抜けたんだ。まあ、エレキの勝ちから赤メタネロが出てってるから、情報出さんかったら怪しもうかなって思って見ててって感じだった。ああ、アルマン最終値どこ？僕は最後はメインの除染です。よっ。リンさん切るかこれ。そこ切ってもいいぞ。いいスープって。またカメラ見てるやつ。ナイスー。まあ、まとめると、イズプテ、サントス、リンが無理で、一応メタちゃんもカメラ見てるのはアーカイブで光ってるの見てるから、ただ、まあ、ネロちゃんがそのバイタル側に行ってない場合は赤メタできるって感じだよね。一応、今カメラ見たら6秒ぐらい削れてたんで、結構見てたとは思います、赤メタさんだとしても。あとは畑さん目線で行ってそうって話があったから、俺も行ってそうだと思ってるから、メタちゃんはそんな違和感なくて、メタちゃんは切れないよりかなとは思ってるってなったら、リーチがあるタク、そうですね、配電盤勝ち合いが拓也で、展望デッキで勝ち合ってます。右から2番目。無理でいいや。畑さんがですね、478って来た時に、ネオちゃんはこっちに来てないってことだよね。来てないね、来てない。左側に来てないってことだよね。うん。じゃあまあ結局バイタル貨物側に僕してんの抜けてそうなんだよね。ゲンさんどこだっけ？そう、手間取ってたんで、その間にネロちゃんが抜けてる世界線は一応あるけど、その場合はもうラウンジでしか切れないってことですよね。はいはいはい。メタハタの強労だけあるかなって思ったけど、このボタン、いや、このボタン押すならないかなって思ったの。で、低連速直しが僕で、むずいな。まあ割とあるゲンハタ3択なんかなと思いつつ、ゲンさんはワンチャンマットあんのかなって聞いてて、貨物に入りに来たイメージがあるから。いや、畑迫が陣外の場合は絶対赤メタが強陣になる。貨物から上に行ってるんだったら絶対追いつけないから、畑迫は。まあ、ネロちゃんが何らかのタスクしてない限りは絶対。まあそうね。いや、でもカメラでさんも上に抜けてってるって言ってるから絶対無理じゃない？そうね、メタちゃんとの主張と。絶対追いつけないから。ちなみにどれぐらい前だったの、赤メタのその見た生きてるネロちゃんは。サントスさんがミーティングのはしごを登り切るとこだったから、あ、じゃあ結構直近で、ね、結構2秒ぐらいかな、結構後半ね、それ。まあ基本あるゲンかなと。ゲンさんサボ直してほしい。おいアルゲン以外ね。アルゲン以外と。かぶったー、かぶった。まあ、マットじゃなさそうだな。はい、ありがとうございます。まあまあまあ変わらないんで。まあ、でもふと思ったのが 2秒前に見てるんだとしたら、アルマさんってベントでシャワーから貨物に飛んでるケースとかですよね。だからなんかカメラに映りそうかなと思ったんですけど。いやいやいや、アルマって別にも何もないからね。いやまあ一応エレキからメインに行ってるの見られてるよ。でもあ、エレキからメインに行ってるんで、どっちにしろ行くのは弁当だね。シャワー弁当。行くとしたら、いやでも確かにな、僕ってシャワーベント使ったらカメラに映るくね、で上からのシーンは絶対無理でしょ、赤目そんだけ切れるな。うん、無理だね。じゃあ白やん、僕確かにベント使った人物絶対映るんか。なんでまあ切れる人っていない。いやいや、停電直ってからかなり時間あったよ。ラウンジ側の、それはそう、それはそう、そこの時系列と合わせると、停電勝ち合ったのが伊豆拓也で、俺配電盤放置して上に行ったら貨物ラウンジ間の階段のところで上から来る林秋風とすれ違ったのよね。でそのまま俺はアーカイブまで直進して、ずっと弁当タスクやってるプテを上から見守ってて、その後ろから停電直った後に秋風林が並走で来る。でも2秒前って何の話だ。カメラ、カメラが2秒前なんでしょ。じゃあ絶対赤メタさんが生きてるネロちゃんを見たのは何秒前なんですか、ケズロ。すぐ会議入ったから2、3。いやだからそうじゃなくて、そのエレキからメインに上がったのを何秒前にアルマが見られたかじゃない？あーはもう結構前、10秒ぐらい前じゃない？除染がちょうど終わるぐらいだったから。その場合でも結局アルマはシャワー弁当しか使えない。いやそうだよ、どっちにしろシャワー弁当しか使えないよ。10なら白じゃないか。10なら僕が先に飛んでどっかに隠れている場合って絶対誰かに見つかるでしょ。そうだね、ネロちゃんがそっち。アルマのシニアを持ってるのってハタさんだけ？いや、赤メタ、ネロ、ハタサコとエリキで合ってる。ああ、なるほど。これさ、まあまあ私は赤メタさんのカメラ情報を疑ってる。結局そう、メタちゃんのマット否定された方が良くないと思ったけど。うん、そうですね、そこが。ゲンさんのあれもわかるけど、ゲンさんにマットヨギぽいのはもうめっちゃわかるけどね。はい、いやでもゲンさんはこのボタンがマットを否定してると思うからね、うん、じゃあやっぱメタちゃんじゃない、うん、あ次は赤メタかなんか直すかボタンかかそうですね。上側で湧いたらボタン押すかな。メタゲンだけ切って、まあアルマスは最悪今のできるんで切ってもいい。メタゲンだけ切っちゃう。あ、切っちゃったのメタちゃん。アルマがメインの暗室したゲンさんはできない。メインの暗室したら竹谷さんどこ行った？あ、今アーカイブのところです。というか伊豆さんとゲンさんが多分直しているのとすれ違って証拠を右降りて、そこからアーカイブに戻ってるところです。ってことはそれ合ってます？伊豆さんとゲンさんは拓也さんらしき人がはしごを降りていったのは一瞬見えた、うん、なんか降りていったなって印象。じゃあ拓也さんも無理だな。多分伊豆さんは私に西を出ません？あ、西を出る、西を出るし、ゲンさんハイデマンの場所教えてほしい。真ん中の両サイド2つ。正解。マットもない。おお。うんうん。ゲンさん無理なの？ゲンさん無理、これ視点で。アルマキルは3と3できないと思う。キッチン武器庫付近で見てて、僕停電直しに行こうとしたら直って展望デッキも開けてキッチンに戻ったところ。あれもどこですか？あ、そうか、死体レポートだから。これ初手の話に戻していい？畑さんってこのターンって白取れないよね多分。サントスさんからそっち側無理って言ってほしいけど、アルマさん側ぐらい。はい、アルマさん側あで出ないよ。あ、まあいいよ、どうぞ。プテに判断してほしくて、伊豆源の二陣街を追うかどうかやと思ってんの話で。ないよ。初手ってアルマが死んでメタちゃんも死んでるから、まあ狂人を噛んでるパターン以外はメタちゃんの情報が真になるわけで、アルマが死んでるから大多数のとこ防げる。でゲンさんが唯一消せない位置だったけど、俺からマット否定プラスキル容疑が2キル無理やからこのターン、うん、やからハタさんしか残らんのちゃう。いやそうだ、メタちゃんのカメラ情報を真にしたら僕がより切れないよ。だって直近になるんだからカメラで映るでしょ。どうやっていくんならゲンさんなんじゃないって思うけどな、俺は。それは伊豆さんとの二人会パターンしかないですよ。伊豆さんをね、プテさんして、伊豆ゲンと俺ぐらい。伊豆さんはアルマを切れないから、僕して。だから二人会がないと思うんだよね。アルマってすげえ前にね、死んでないとおかしいんだよな。すげえ前でもないけど、まあ、10秒以上前に死んでないとおかしいんだよね。なんかね、シャワーを下るアルマを見て、まあもう畑迫しかいけないかな。いやー、じゃあ拓也さん行ってほしいな。多分全く関与してないから全てに。拓也さんはね、アルマは切れないな。いや、どっかで誰かを切れてる拓也さんしかない。畑迫白出ないからね、普通に容疑者だよ。俺は1キル目できないと思ってほしいし、なんでこのキル3と3から白出ないのか意味わかんないけど、負けです基本的には。白出るのが意味わかんないけど、ボタンもないふりしたいな。おい。まあ押せたんで。1枚落ちてると考えて、まあ、伊豆、玄、プテまで白で、アルマは拓也さんの方は切れないけど、じゃあ拓也さんはアルマの方は切れないけど、他の方は分かんないって感じだけど、はい、でも切れるとしてもめっちゃ最後の方に、ベントでなんか証拠飛んで、左とかそれぐらい。切る範囲は狭い、めっちゃ。リンさんはこれ何なんですか、これリンさんは。私は多分浮いてて、一番最初にエレクでプテハシさんと伊豆さんとお会いしたと思うんですけど、私そこからずっと最後までガチャガチャやってたんで、ずっとエレクです。浮いてます。うん、はい。まあでも基本リンさん釣りかなっていうのはあるかな。まあ基本、うん、これって、ハタサコってどっちで釣ってんで、じゃあ、てかもう一つのキルの話全然しないのか。ネロちゃんだっけ？ネロちゃん初手じゃない？あ、じゃあ初手キルか。赤メタか。死人がなさすぎて。そうなんだよな。ミーティング方面かなと思うんだけどね。直しに行くみたいなやつだし。あ、言ってたね。言ってた、言ってた。押すみたいな言ってたわ。リンさんって初手切るってできないでいいんですよ。いや、できないです。伊豆さんから、そうそう、伊豆さんから見てできないけど、畑さんの主張が通るんやったら、俺しかハテナになっちゃうから、もう消去で畑さん選ぶしかなかったっす、さっきは。竹谷さんがハイデンマ勝ち合った人物やから、初手で俺時点で。うん、で、メタちゃんがサントスさんミーティングで見てるから。そうなのよね。うん、いや、割とプテさんの意見に賛成だけどな、もう消去っぽいです。まあ、なんで、でも俺、リンサントスって、うん、まあ大穴拓也ぐらいかなっていう感じで、リンさんは全然マットもあるけど、はい、その場合はまあサントスさんかなと思うけど、まあリンさん釣るしかないかなっていう。サントスさん一応ね、ハタサコ釣りの放浪者ではあると思ってるから、っていうか私視点で白出る論が全く分かんないから、速攻で否定して釣りに行ったけど、まあ基本ボタンで終わんなかったらはいボタン、あ、OK です。じゃあ右行きます。リンさん、マットかな、これ。マットっぽいよな。キル狙うか。いや、でも、ルー奪いたいな、これ。こっちか。いい運びでしたね。右2回入力しちゃうんだけどな。プテさんがちょうど来たタイミングか。ああ、もうその時プテさんメイン走ってましたよ。あ、リーパーで運んだんか。そうですね、アーカイブにいますね。いやー、つなぐか悩んだライン、果たすこと。いや、これ初手切る、紙切るだからな。紙切るでもね。初手どこで死んでたんですか？貨物配線。貨物配線？なんかギリギリ映んなかったらしい、畑さん。そうなんだ。